美容整骨サロンプルームの広瀬です。うちのサロンでは施術後に水素水をお出ししてるんですけれども、その水素水、水素って何っていうご質問いただいたので、今日は実験を交えながらお答えしたいと思います。ではまず水素について。水素は地球上で一番軽い物質です。そしてなんと宇宙で一番多く存在する元素です。語源は水の元から命名されています。もう一つ特徴としては、無味、無色、無臭という特徴もあります。その水素と深く関わってくるのが活性酸素です。世界各国で研究された結果、病気や老化の原因となる活性酸素約 90% 関わっているということが分かっています。体を構成されている細胞は約60兆個あると言われているんですけれども、その一つ一つが正常であれば健康を保つことができます。しかし活性酸素がその細胞を酸化させて攻撃することによって、このような病気だったり老化を引き起こしてしまいます。細胞が酸化することによって体に不調が生じたり老化が進んでしまうということが分かっています。これらは目とか胃とか肝臓、内臓ですね、全ての臓器に関わっていると言われています。では次に活性酸素って何って話なんですけど、もうこうやって呼吸してるだけでエネルギーを作り出す過程で約 2% から 3% の活性酸素が生きてるだけでちょっと出てるんでしょうがないんですけれども、食品添加物を取ったり、お酒飲んだり、タバコ吸ったり、お薬飲んだり、紫外線浴びたり、まあ、そういったことで過剰に発生することが分かっています。活性酸素には善玉と悪玉があります。善玉はですね、病気とか風邪をひいた時、まあ、体を守ってくれるっていう作用もありますし、あとはウイルスが侵入してきた時にこう排除したりもしてくれます。でここで問題なのが悪玉なんですけど、悪玉は正常な細胞まで攻撃してしまいます。強い酸化力を持っていますので、その酸化力で老化や病気の原因を引き起こします。血管の老化、動脈硬化、心筋梗塞、高血圧や低血圧、あとがん、糖尿病やアトピー、花粉症、冷え症、そして便秘、これらはですね、活性酸素が原因と考えられている症状や病気になります。そしてこの水素のすごいところなんですけど、先ほど活性酸素には善玉と悪玉がありますってお話しさせてもらったんですが、その悪玉とだけくっついて水に変化させて体外に排出させてくれます。いいもの、善玉は残してくれるんですね。これが唯一無二の水素の魅力になります。そしてもう一つ、副作用がないことも最大の魅力になります。副作用はないので大量に摂取することはいいんですけれども、まあ、初めましての方はですね、少量から取り入れていくことをお勧めします。体がねびっくりしちゃうといけないので。はい、ではここで実験をしたいと思うんですけど、その前におさらいです。活性酸素って何でしたっけ？食品添加物取ったり、お酒飲んだり、タバコ吸ったり、紫外線浴びたり、もう息してるだけで発生してるものでしたよね。正常な細胞を酸化させて、まあ、病気や老化の原因を引き起こすものでした。その状態、酸化させている状態をこのイソジンを今日使って実験していきたいと思います。このイソジン使ったことありますか？菌を酸化させて殺すというのが特徴のうがい薬になります。コンビニ弁当を食べますね。まあ、お酒飲みます、タバコ吸います、で食品添加物取ったりとか、まあ、日常生活ですね、いろんなことで酸化体がしてってしまってます。そんな時に、まあ、市販のねミネラルウォーター、ウォーターサーバーのお水とかをですね飲みますね。まあちょっと想像通りかなと思います。で酸化した体にこの水素水、水素が入った水素水、ドラマ分かります？この違い、無色です。水素水、悪玉とだけくっついて水に変えてくれました。水素以外にも活性酸素を除去してくれるものがあります。ビタミン C とかポリフェノール、カテキンっていうような、まあ、抗酸化物質って言われるものなんですけれども、今日はまたこのレモンです
ですね、ビタミン C ということで、イソジンにミネラルウォーター入れたものにこの抗酸化力を持つ小坂物質ビタミン C 入れます。まあ、ちょっと多めに入れないとダメですね。ちょっと分かります？水素入れた時と同じような状況になったの分かりますか？このようにビタミン C も活性酸素を除去はしてくれるんです。でも皆さん思い出してください、水素の特徴、悪玉とだけくっついて出してくれるんですね。なのでビタミン C の場合ですと、どうしてもやっぱ善玉も一緒にくっついて外に出してしまいます。そしてまた水素のすごいところが、まあ、レモンに含まれるビタミン C のなんと176倍、まあ、チョコレートとかブルーベリーに含まれるポリフェノールの221倍、緑茶に含まれるカテキンだったら290倍ですし、アーモンドに含まれるビタミン E だとなんと431倍も抗酸化力を持っているんです。なので最近水素が注目されているということなんですね。今日はこういった実験を交えながら水素のお話をさせていただきました。大人女性の美容辞典では美や健康に関する専門家が情報を発信させていただいております。ぜひ他の動画も見てみてください。ではまたお会いしましょう。